こんにちは。先日横浜市長選というのがありまして、医学部教授の方が勝ちましたよね。もう現職とか大臣とかを任してぶっちぎり圧勝したんですよね。政治経験っていうのは全くない方なんですけども、なんかやってくれるんじゃないかと。つまり、未知の魅力にかけてみるっていう。 行動だと思うんですね私、こういうのは非常に健全な市民の行動だと思います。こう、なんか未知のものが出てきた時に、何するかわかんないから、避けとこうっていうんじゃなくて、もしかしたら何かやってくれるかもしれない。えー、期待しよう、これに賭けようっていうのは、もう人間はそういう行動を繰り返すことによってです、まあ、政治にしろ、科学にしろ、技術にしろ、新たな道を切り開いて歴史を作ってきたと思うわけでございます。 ええー、アンドバナナウト、アンドバナアンドバナウトの話です。これも、えー、未知の魅力にかけてみたいという期待の表れだと思いますね。やっぱりこの数字は。ま,あ、まだ何も成し遂げていないというか、まあ、上がり馬ですよね。ええー、それがこのですね、春のおクラシックで上位に頑張ってきた馬たちにもう迫る勢いの人気ということで、<laughs> で まあだからこういうオッズは健全なものだというふうに思います。が、私みたいなひねくれ者はですね、ぜぜひ私なんかで言ったらこう、双方を見てですね、これは素晴らしい馬だと。なれば、当然、それに乗っかりますし、自分の目で見て、双方どうなんだろうっていうところがありましたらですね、それは買わない。むしろ、道の魅力に対する期待をこう逆手に取って、切ってしまって、 えー、他の馬でイいバい券を取ってやろうなんていうで、下心得な馬ですね。出てきたりもしてしまうというですね。悪いやつですよね。で今回のアンドバダラで、今回のアンドバラナウトですけれども、これ難しい名前ですけれども、僕は買わないですかね。うん、双方がそんなによろしくないですね。お母さんのグルベイグってなかなか素晴らしいフットワークをしている馬で、ちょっとこう首が高いというか首を引くように走るんですが、 その分非常に綺麗に足が高く上がって、まあ、飛ぶように走るようになったんですよね。アンドバラナウトは、このね、首の使い方みたいなのが、グルベイルに似てるんですよ。ただ、足が伸びないんですね。あんまり高く上がらない。ストライドがちょっと伸びない。なので、あんまり高く評価しておりません。えー、出雲崎、えー、勝ったんですけれども、この時はですね、まあ、道中ずっとインベタしてるわけですが、あそこはですね、やっぱりちょっと とグリーンベルトだったんですよね。最打ち、新潟開催の前半はかなり、えー、最打ちパパ良かったんですよね。あそこで足を溜めて直線抜け出すっていう競馬は私はそんなに評価していないので,で、そして、まあ未勝利とか新馬の時ではありますけれども、レーブ・ドゥス・リールとかタガノ・ディアーナとかに、えー、負けちゃってるんですよね。なのでやっぱりここまで残してきたパフォーマンスというところから考えると、この人気はちょっと過剰人気だというふうに思うので、まあやっぱりちょっと とと勢力の壁は厚いいいんじゃないかなかうこの3歳牝馬の上位組たちですね、レベル高いんじゃないかと見ています。まあ、この間もそう出してた札幌記念を解消しましたもんね。まあ、それに里のレイナスのダービー挑戦っていうのもあれ非常に強い競馬だったと思います。ちょっとかかり気味でスルスルと上がっていってしまって、それでも最後まで粘ってましたから強かったと思いますし、まあ、ソングラインの関谷記念というのも、まあちょっとまあぶつかった たりして本来の力を出せなかったというところはあります。それでもまあ三着に頑張っていて、これ全体のレベルの高さを証明していると思いますので、まあ、この規制勢力も正当に評価してあげないといけないんじゃないかなと考えてます。まあ言っても4着5着レベルの馬たちなんでね、まあ、こういった馬たちをアンドバラナウトが任して出荷賞を盛り上げてほしいなっていう気持ちは山々なんですけれどもね。ということで次に考えていきたいのは。 中京コースですので、今回、先週に引き続き、もう一回一次元マトリックス作ってみました。えー、これは、あの、双方の歩幅の大きさですかね。まあ、ストライドの大きさ。小さい、大きい、左に行くほど大きい馬ということになっていまして、大飛びの馬は非常に少ないんですよ。なので、個人的にはですね、結構簡単に予想が決まりました。えー、とりあえず解体馬候補というのはですね、えー、現在のところ、 4等までに絞れております。この中からまたあの辺の枠引いてしまったなとかいうことがあったらまた絞っていくので、もう本当に2等ぐらいね、もう1点勝負とか仕掛けたいかなというぐらいに思っている奏法分布です。で、まず人気のタガノパッションですよね。これはあの非常にバランスのいい奏法していて、 まあ個人的には結構好きなタイプなんですが、飛びは小さいですね。非常に小気味に回転で、えー、刺してくる馬でして、まあ中距離コース走ったことありませんので、まあやっていけないとわからないかなってところがあるので、まあ人気なら私はあちょっと遠慮しておこうかなというふうに思います。で、あとはこれ展開的にもあまり引っ張る馬いないんですよね。で、タ野ノパッションもね、もう最高峰みたいなとこからレースする馬じゃないですか。で、アールドビーグルっていうのも後ろからになる馬なんですよね。 こっちは結構飛びも大きくて、まあ中京でハマっても全然驚けないんですが、まだ中京の馬場もいいですし、え前に行くを狙いたいなと考えてるんで、まとめて切っちゃおうかなという感じでも考えております。まあそうなってくると、もう有力どころではこの馬しかないですね。クールキャット。これが本当にいいなと思っておりますのは、あの距離を伸ばしていくにつれて、双方がどんどん良くなってきた馬なんですよね。まあ、フローラステイクスの時の 走なんて完璧でした。ルメール騎手だからあんな素晴らしい走りできたっていうのがあるかもしれないですね。まあ今回ルメール騎手が乗ってくれるっていうのも大きいかもしれない。まあ、もしかしたら単純にこう馬自体が成長して良くなってきたっていうことかもしれない。あるいは 距離が伸びた方が、まあ、この馬のいいリズムで走れるようになったから、ああいう綺麗な奏法になったのかもしれない。いずれにしても、フラワーカップとフローラステースの走法素晴らしかったので、私はオークスの時も狙いました。が、えー、まあ、結果的に言うとちょっと無茶な逃げでしたよね。 まあ,あれだけもう、明らかな外伸びのところで再打ち回って逃げてしまいましたので、14着ですけれども、私は着順は参考外でいいんじゃないかなと思ってます。別にあの、滝豊騎手が悪い乗り方をしたっていうふうには思わないです。あの、やっぱり多分陣営の考え方とかもあって、勝つか負けるか、もう一か八かのレースをするっていうのがあったんじゃないでしょうか。陣営としては、2、3、4着別にいらないと。 一着かドベか、もうどっちでもいいみたいな考え方するときってのはあると思うんですよね。僕はそういう乗り方だったんじゃないかなと思います。まあ逃げれば、えー、何が起こるか分かりませんから、ね、楽なペースになって逃げ切りとかいう可能性はあったので一着の可能性を上げる乗り方だったと思います。その代わり2、3着、二三4、5着の可能性を全部捨てるみたいなですね、えー、乗り方だったと思うんでまあやってみたら、まあ、結構マ、まあ、ステラリアとかちょっと 想定していないような馬が前に来たりとかいろいろあって、えー、沈んじゃいました参考外でいいと思います左回りも問題ないですし非常にストライド伸びる奏法ですので、まあ、ルムエルフ氏はやや、えー、ワンペースな馬っていう認識があるみたいなんで、えー、前の位置も取るでしょうしこれもまもう一度期待したいなと考えておりますで本当に大飛びと言えそうな馬少ないですよねまあ、オヌールはどちらかといえばそ,そちらに入ると思うんですけれども、まあ、これも後ろからの競馬になるっていうのが心配なのと、まあ、前走やっぱり ちょっと揉まれ弱さを出しましたかね、えー、初めて馬込みに入る競馬でちょっと全然力出せませんでしたまあ体が4 0 4キロの馬ですからね休み明けの方があの体が増えてきて状態いいかもしれないっていうのはありますけれどもまあ今回18頭立てでまた揉まれ込むような競馬になってしまう可能性あると思うんでまた今回も未知の魅力でちょっと人気になりそうなんで まあんまり人気になるんならどうかなと考えております。で、こうやって双方の、まあ、ストライドの大きさっていうことだけで見ていくとです、ね。まあんまりこれはっていう馬がいなくてですね。でそうなってくると、次に目を向けなければいけないのは現物を持っております。つまり、もう中京コースで、 えー、実際に実績を上げてる馬。もうこれは別にストライドが大きかろうが小さかろうがですね。まあ、実際走ってるんだから、もう今更、あの、走法が悪いからどうのこうのっていう必要はないですよ、ね。もう宗教適性を証明している馬っていうことで、えー、私狙いたいと考えているのがマリア・エレーナとプリムドール。もう特にこのマリア・エレーナっていうのは中教で素晴らしいレースを繰り返してますもんね。もう宗教コースは16 0だろうが2000だろうが、 最後、凄まじい、末足33秒台の足を使ってくる馬なんですよね。あのー、これ、双方的には、飛び大きいか小さいかで言ったら、小さめだと思います。えー、これ、はおばあさん、ブロードアピールというお血が入ってます。ついこの間、亡くなってしまったおばあさんが真っさまじい、まあ、伝説的なあの追い込みを決めた。 まあ、ピッチ走法の典型というような、まあ、ダートでも芝でも頑張る、追い込み馬でした。もうちょっとその姿を思い出すような、まあ、凄すさまじい回転で追い込んでくる馬です。まあ、そして結構、レースぶりも自在でして、前走なんかも結構、味なレースでしたね。小倉2000メートルで、まあ、をぴたりと回ってきて、直線だけ外に出して、勝つ、センスの高い勝ち方だったんですが、まあ、うちのポケットを進めたっていうのはあるんですけれども、 まあ、あの日は小倉最終日で、小倉日経オープンとかの日ですかね。結構内側の馬場悪くて、外、外差しが効いてる馬場だったの。まずまず評価してあげていい内容だったと思います。まあ、こっちも私は上がり馬と言っていいような馬じゃないかとさえ思うんですが、まあ、やっぱり印象が地味なんですよね。まあ、あの、昨年の1月2月とかそういう早い段階でちょっとそこを見せてしまった感があるので、あまり人気がないと。 やっぱり未知の魅力ってそこが見えてないっていうのが大事だと思うんで、アンドバラナウトとは大きな差があるんですが、今伸びてきている、そして中教適性が高いという意味では、私の狙いたいのはこっちじゃないかなというふうに考えます。あとはプリムドール、これ超穴ですが、まあ、これもですね、一応中教適性は示しています。で、ゴールドシップ3区で、 うーんちょっともさっとした走法をしてます。ただ飛びは大きいです。この中で言うと、えー、かなり上位に入るぐらい飛びは、あの、綺麗なタイプで、えー、ただちょっともっさりとした走りなんで、スパッと切れるタイプではないと思います。まあ、マリアエレなんかは、ねまあ、スローペースの後ろから進んでも、33秒台の足で差し切ったりすることができるタイプだと思うんですけども、プリムドールはちょっとそれはできないですかね。なので、まあ、 少し時計がかかってくれるの待ち。まあ雨も残るかもしれないですし、まあ少し前でも引っ張ってくれたら、中教的性は示してますので面白いんじゃないかなと思います。あともう一頭ぐらいなんですよね。その現物を持っている中教実績を示しているのはスパークルぐらいしかおりません。まあ、これはちょっと首が高くてストライドも伸びない。まあ双方的にはもうあまり評価できない馬なんではありますが、ーもう本当ここはですね、狙いたい馬が少ないので、強いて言えば 狙いたいのはこの辺りですかね。もうこれも全然人気ありませんからね。まあ押さえても全然面白いんじゃないかなと思ってます。まあ今回のレースは、ぶっちゃけたところを言いますと、雅ハイディ狙いたいなと思っておりました。飛びの大きさっていうことで言ったら、まあこの中でも一番 まあ私はもう2歳児の頃からですね、ずっと、まあ、中距離であれば、この世代でも結構上位な馬なんじゃないかというふうにずっと注目して取り上げてきておりまして、まあオークスでもまあまあ頑張ってくれてたんですよね。なので、まあこういうスライド走法の馬、ちょっと首が高めで、えー、スライド伸びる馬、中距離2000ハマるんじゃないかなと期待してたんですが、出てきませんでした。はい、ただ私はこういうのはがっかりしないです。結構ね、警ファンの方って狙っている馬が、 このレースに出てこないと、がっかりされる方って多いと思うんですけども、がっかりする必要は私はね、ないと思う。馬券的な意味で言ったら、がっかりする必要はないと思うんですね。まあ、なぜかというと、まあ、このね、重症とかになってくるとですね、怖い馬いっぱいいるじゃないですか。素晴らしい馬いっぱいいるんですよね。で、ややもすると、まあ、あれも怖いな、これも怖いな、あれも買いたいな、これも買いたいなっていう風になって、買い目なんて広がってしまいがちなものだと思うんです。なので、あの、注目馬1頭ぐらい出てこなくても、むしろいいことだと思います。 あの、買い目絞れますから。もう僕なんか今回はもう2、3頭ぐらいしか多分買わないで済みそうです。えー、それでガツンと絞って勝負できた方が私は期待値高いと思ってます。もしも予想の参考になりましたら、いいね、チャンネル登録をお願いできたら幸いです。最後まで見ていただきありがとうございました。